もう7年も経っちゃったんですか。ソニーショップ生は店長の片山です。この動画はキャンペーンの紹介動画になるんですけど、バイオ7周年記念 7% オフキャンペーン開催中です。パソコンの販売価格が 7% も値引きすることはめったにないです。相当安くなってるんじゃないかなと思います。ソニーが販売してたパソコンがバイオ、7年前にソニーの会社から抜けてバイオ株式会社っていうのを設立したんですよね。パソコンのね、事業が大変な時に独立っていう形になったわけなんですけど、早もう7年経つんですね。感慨深いものがあります。バイオ社が作ってるパソコンっていうのはね、本当にこだわりのあるパソコンを今現在も作り続けております。ちょっぴり値段はよそのメーカーよりが高くなる時もあるかもしれないけど、購入する価値のあるパソコンだと思っております。今回この 7% オフキャンペーンを使いたいなという方は、専用サイトにこの 7% オフクーポンっていうのを発行しております。対象商品バイオ Z、バイオ S15、SX14、SX12、 限定モデルも対象になっております。このクーポンを使用するためにはソニーストアのホームページからマイソニー ID 新規で登録していただくか、お持ちのお客様はサインインしてください。クーポンの登録ページありますんで、先ほどのクーポンを登録します。購入するパソコン 7% オフになります。先日ね、ニュースがあったと思います。 Windows 11、 2021年末までに新しい OS になります。当然今バイオを購入していただきましたら Windows 10なわけなんですけど、今年の年末までに Windows 11が出るとなると、今ちょっと待って、新しい商品を買った方がいいんじゃないかと思われている方もいらっしゃると思います。まあそれはそれで間違いではないんですけど、長い間ね、パソコンを販売させていただいて思ったことがあります。新しい OS が出るとね、最初のうちは何かと結構大変なんですよね。今まで使ってたソフトが動く、動かない。まあ動くことが多いんですけど、いろんなことがあります。それに対して今 Windows 10は相当安定してるんではないかと思います。 Windows 11が公開されたとしてもすぐねしなくていいと思うんですよね。ちょっと様子を見ていただいて、何ヶ月後かに安心してね Windows 11にされた方がいいんではないかと私は考えております。バイオ株式会社のサポートページの方に Windows 11アップグレード情報すでに載っております。ここ4年ぐらい発売しているパソコンは基本的には全て対応なんですけど、インテルの CPU でセレロンになっている方はちょっと注意が必要なのかなと思いました。で、詳しいことはマイクロソフトのページのところにアプリをインストールしていただいて、お持ちのパソコンが Windows 11なるのかならないのかっていうのを確認していただくことができます。Windows 10をね、使っていただいているお客様も安心してください。2025年の10月まではサポートの方がついております。Windows 11、UI が変わったり、新しい機能が追加になっております。Windows の OS 上に Android のアプリを動かすことができます。今まではマイクロソフトの Windows と、まあ Google の Android っていうのは全く違う世界のものだったんですけど、それが Windows のパソコンの中で、まあ、スマートフォンのアプリも動かせれるっていうのは面白いことができるんではないかと思って今からワクワクしております。まあ、話少し逸れてしまったんですけど、バイオ7周年記念 7% オフキャンペーンもう開催しております。キャンペーンの終了は8月の31日、考えていただく時間じっくりありますんで、ちょっと古いパソコン使っておられる方、この機会にねバイオ株式会社のバイオ購入してみてはどうでしょうか。購入者特典がついております。バイオロゴ入りワイヤレスマウス、とってもレアな商品だと思います。手に馴染むちょっと小型のマウスになってます。数量限定となっておりますので、なくなり次第終了となります。この動画の下の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当に
そこから買っていただくとすげえ助かります。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。バイオ株式会社のバイオ全モデル展示しております。実物が見たい方ぜひ遊びに来てください。今日は以上です。バイバーイ。パソコンが 7% もお安くなるっていうことがそうそうないんで、見逃さないでほしいな、この機会を。私も日常バイオ Z 使っております。最高です。家の中に置いて使うんだったら S の15もね、カスタマイズ結構できるんで面白い商品だと思っております。